ロコ学院フォースダウン30、パントフォーメーションを選択します。パンター10番トリックプレイ、PK ファースター。ここで六甲学院トリックプレイ、パントキックをボールの開始点を越さずに手前のレシーバー13番に蹴りました。このパスは、このキックは前パス扱いとなります。したがって13番キャッチアンドラン、そこから相手ディフェンスを縫うように走り抜け、大きな前進、ファースター。先ほどのプレー補足します。パントはボールが開始した地点を超えた段階で攻撃権放棄となります。超えなかった場合はボールファンブル、前パスと同じ扱いです。しかも特殊なケースであり、これはラインがとってもいい前パスです。これをパンターは、13番に蹴りました。13番はボールが超えていない地点でキャッチしておりますので、持って走る権利があります。したがって先ほどのプレーは有効、スペシャルプレーにより六甲学院ファースター。